や、うまいってのもなんなんですけど、うん、特にこう熱唱するような歌の時とか、うん、男性って割とわー素敵って思われるところが多いかと思うんですけど、うん、女性の場合結構惹かれちゃうみたいなところがあって、そんなことないですよ。特に英語の部分とか歌うと、ちょっとなんかスーッと惹かれちゃって、全然そんなことないよ。うまいね。うん。例えばどんな感じの歌を、愛を込めて花束を、めっちゃ言ったよ、スーパーフライさんの、ちょっと歌ってみていいですか、すいません、じゃあそれ聞かないでいや、これはだってみんな好きやし、ええ歌やし、ちょっとアカペラであれなんですけど、うん、すいません今だけ据えて忘れて笑わないで受け止めて照れていないでバートインデゴブラックンボールサブルパープスカーブピケルミスハンターほら、久保の女子がこうやってる、きついんですよ、やっぱりね、歌が上手くて聞いてるわけじゃない、歌う人が変わったやん、歌う人が変わった、だからスラム街から来たやん、なんか歌う人があんなに変わっちゃうと怖いよ、やっぱり難しいんですよ、だからモテないんですよ、モテたい、モテたい、モテたいですよね、一回ブスしないですか